健康状態の問題により休養が続いていた。フィギュアスケートのソチ、イツワ金メダリスト、アデリナ・ソトニコは、ロシアが現役引退を表明した。海外メディアが伝えている。ソトニコワは、ソチ五輪で女子シングルでは、ロシア勢史上初となる金メダルを獲得。6位に終わった15から16年ロシア戦で県以来、休養が続いていた。ソトニコワの引退を伝えているのは、米スポーツ専門局、NBC スポーツだった。ロシアメディアの報道を引用する形で報じている。ソトニコワは、公式に、プロスポーツからの引退を発表したいと思います。間違いありません。なぜなら今は健康で、幸せでいたいのですと話しているという。近年は、エフゲニー・プルシェンコ氏に師事し、アイスショーなどでは、ファンの前に姿を見せていたが、23歳で競技からの引退を決断した。近年は、精神的、肉体的な苦難に直面していたことが報じられていた。同局によるとソトニコワは、ロシアメディアに対し、私にとって、その決断は、悲しく、難しいものです。私のファンをこれからも幸せにします。しかし、プロとしてではありません。競り技を見るときは本当にフィギュアを、眼直しいく思い、心が痛いです。フィギュアをやりたいですから。でも残念ながら私の健康状態はそれを許さないのですと現役続行を諦めた理由を明かしているという。17歳で五輪の金メダルを獲得。日本にもファンの多い女王は志半ばで競技の世界からは身を引くこととなった。